とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今ね、欲しい装備があるんですよ。それが防具。ソウルダンサーのローブが欲しいんですよね。あれで、ソウルビルドが、一歩完成に近づくと思います。あとはね、武器だね。あと武器。武器が、フロストサイスこれでもいいかなと思うんだよね。魂の共鳴と、流れ込む魂。で、あと二つに、球根ダイナモぐらい入れればいいかな。まあまあ、とりあえず、そんな感じですかね。うん。これに防具が完成すれば、絶対強いと思うんだよね。とりあえず今は輝くローブをつけてるんだけども、うん。ソウルダンサーにすると、生存率も上がるし、ダメージも上がると思うんで。まあ、とりあえず、今日はソウルダンサーを狙って、周回していきましょう。はい。それでは、戻ってきました。2時間ちょっと回ってみましたね。サブがやっぱりこういう時やると、役に立ちますね。で、あのね、ソウルダンサーは、難しい。古代人がタイニースコージっていうやつで、ストーンゴーレムが2体一緒に出るのよ。そのストーンゴーレムがね、めんどくさいんだよな。難易度をね、結構下げていけばいいんだけども、22で行ったんだよね。22で行くと、ちょっと倒しづらくてめんどくさかった。ではね、見ていきましょう。魂のローブと、ソウルダンサーのローブ以外は売ってます。でもね、魂のローブとソウルダンサーだったら、ソウルダンサーが断然いいのよ。30% のダメージ軽減がついてる。あ、軽減じゃないや。ダメージ無効化がついてるので、断然強いんだよね。まあ、何個出た ?1、2、3、4、5、6。そんなもん結構下に行ったりするんだよね。あ、ないか。あ、あったあった。6、7、8。まあまあ、24個、25個、そんぐらいですね。では、見てみましょう。いや、できれば、魂のローブじゃない方がいいな。やっぱ、軽減が強いからね。まあ、見ていきましょう。ダメでしょう、まずは。ダメでしょう。いや、でもね、厳選はほんとしやすくなったよ。本当にしやすくなった。前はね、この黄金も見て、さらに下のね、エンチャントも、いいのがついてないとダメだったんだけども、今ね、黄金さえ良ければいい。まあ、本当にいい時代ですよ。いや、しかしないな。しかしない。まあまあ、ああ!ソウルフォーカス。ソウルフォーカスは、ソウルビルドだからつけたいのよ。絶対必要。いいね。いいね。いいやつが一個あった。ちょっと待って待って。上の方に持っていっとけ。で、横は、臆病ダメ。ちょっと、ソウルダンサーは、最後見よう。最後に。あー!デスバーター!いいね。あ、まあ、こっちは下にデスバーターついてるか。オッケー。でも、デスバーターを入れる隙があるかどうかだよね。瞬足もいいなー。あ、これは今日はこれ来るんじゃない?だいぶ期待できると思うよ。おー、ダブルビー!いいね!いや、でも何を入れる?実際のところ、何を入れるかだよね。まず、ポーションバリアと、クールダウン。その二つは確定だね。と、ソウルフォーカス。ソウルフォーカス、クールダウン、ポーションバリアは確定で、魂の袋かな?うん。あ、じゃあもう4つ決定じゃん。魂の袋、クールダウン、ポーションバリア、で、ソウルフォーカス。だね。その4つがついてるやつを探さないといけない。そうだ、タンブルビーとか入れてる隙がないんだな。え、もうないんか。リサイクル。これもリサイクルか。こちら。サプライズギフト。悪くはなさそうなんだけども、いやー、まあ、抜かすとするなら、魂の袋かなまあ、一応、ちょっと取っとこう。こっちは、食料貯蔵、いりません。
こっち。火炎フォーカスにいらない。防護参加。もともと軽減がついてないので、防護さんもまあありだけども、いやー、まあまあキープ、キープ。うん、最後にちょっと、もうちょっと厳選しよう。これは、いらない、ビーストスピード。ビーストスピードじゃないな。なんかそういうやつ。変更さんはいりません。火炎フォーカスに、さっきも火炎フォーカスあったよ。リサイクルにいらない。え、もうない。雷フォーカスもいらない。うん。雷ビルドじゃないのでいりません。こっちは。火炎フォーカス3。もし、ああ、よかった。あと1個ある。ちょっと待って。結局残ったのは、3つか。3つ。ちょっと待って。もうないよね。いや、ないわ。わー、微妙なやつが残ったな。いや、これソウルフォーカスでこれでいいんだよ。でも、いや、絶対ね、30% のダメージ回避はね、入れた方がいいんだよな。いやいや、全然違うよ。うん。それだけで全然生存率が変わるんで、ダメ。魂のローブなし。うん、ソウルフォーカスでいいんだけど。いやー、これもうちょっと厳選が必要か。まあ、この二つだったら、そうねー。いや、実際、ポーションバリア使うかな、そんなに。ポンポン使うか。弓にリフレッシュは入れる隙がないよね、確か。ないよな。バーストボーストリングクールダウンショット、急行流れ込むためし、入れる隙がないわ。となると、ポーションはそんな使わないんで、これはなしだ。防護さんか。いやー、なんか微妙な感じだな。ですけど、まあまあ、一応取っとこうか。はい。ということで、今日はね、ソウルビルドのためのソウルランサーのローブ、厳選しましたけども、なあ、ちょっと微妙だな。防護さんでは、まあ、とりあえずのやつではいいけど、それにね、黄金を使ってカスタムするのはもったいないんだよね。やっぱり、めちゃくちゃいいのが出て、それをカスタムした方が絶対安く済むんで、もうちょっと回るか。もう2、3時間ちょっと回ってみて、ダメなようなら、この防護のやつでとりあえず使ってみようかと思います。はい。ということで、今日はちょっといまいちな感じでしたね。ただ分かったのが、ソウルダンサーのローブの厳選は難しいっていうこと。まず古代人が強いし、出てくるアイテムが多いんで、ソウルダンサーのローブがあんまり出ない。それがちょっと問題でしたね。はい。まあ、とりあえず、もう少し回ってみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。